こんにちは。今回は自動筆記という不思議な現象についてお話しします。自動筆記とは、自分の意思とは無関係に手が勝手に動いて文字を書いてしまうことです。これは心霊現象や神秘現象の一つと考えられており、霊媒やチャネラーと呼ばれる人たちが霊界や高次元の存在からのメッセージを受信する方法として使われることがあります。しかし、自動筆記には危険な側面もあります。実は、とある学校には自動筆記室という部屋がありました。この部屋はもともと写真部の暗室だったのですが、超常現象研究会が部室として使っていました。そこには何か特別なエネルギーが充満していたのかもしれません。なぜなら、研究会のメンバーが自動筆記で書いたレポートが驚くべき発見を含んでいたからです。そのレポートは歴史を変えるほどの理論を展開していたのですが、その内容はあまりにも危険で世界を滅ぼす可能性があると判断されました。そのため、そのレポートは封印され、自動筆記室の扉も鍵がかけられてしまいました。自動筆記をした生徒は自分が書いたことを理解できなかったといいます。おそらく彼らは自分の意思ではなく自動筆記室の力によって書かされたのでしょう。写真部もこの部屋で撮影した写真が全て心霊写真になってしまい廃部になったと聞きました。自動筆記室だった部屋は今も学校の中にありますが、誰も入ることができません。もしあなたが自動筆記に興味があるなら気をつけてください。自動筆記はあなたが思っている以上に恐ろしいものかもしれませんからね。